どうも下駄花尾です。本日のテーマは火葬場で泣き崩れる人っているんですかという、テーマでお話をさせていただきます。はい、こちらももうこのまんまお便りが来ましてですね、ああなるほどねと。でね、僕もちょっと思うところがあって、確かに例えば、映画とかドラマとかでね、そのお葬式の時にすごい皆さん泣いている、その日本のね、日本の、お葬式とかで、こうすごい皆さん泣いてもうわーってなってるみたいな、結構そういう場面ってね、まあやっぱりその創作のものに関しては作られるんですけれども、実際現場でっていう風のね、ずっと見てると、皆さんね、もっと冷静なんですよ。はい、冷静っていうのは、当然ね、その心が全然、なんかもう、なんか平穏ですか意味じゃないですよ。外から見た時に冷静に見えるように、皆さんすごくこう我慢して振る舞っておられると、という風に僕はすごく、感じておりました。はい。で、いわゆるね、例えばドラマとかでなんか、あわーみたいになって、やっぱり、そういうのってないんですかねみたいな、そういった質問だったんですけれども、あります。あるのみたいな。はい。あります。はい。それは、やっぱりね。まあ、でも、なんでしょう。ドラマとか映画とかの、漫画とか、なんかそういうやつの世界よりははるかに少ないですよ。はい。ね、創作物ってやっぱりなんか分かりやすくするんでね。なので、お葬式といえばなんかこう皆さんがこうハンカチ持ってこう泣いているみたいな。まあもちろん実際の場面はそういう時はありますけれども、例えば泣き叫んでわーってどうしようもないっていうこと、あるにはある。でもものすごく少ないですっていうのが、まあこれが答えですかね。はい。で、まあこれ他の動画で言ったことあると思いますけれどもね、まあとある火葬場で、これ詳しくね、言っちゃうとね、ある意味こう特定メディアになっちゃうんで、ちょっとぼかしてね、言いますけれども、とある女性の方がおられてですね、で、亡くなった方がおられて、すごく悲しくてですね、で、こう最後にですね、この炉が、このシューッと入っていくんですよ、台がね、個人さんの巣でシューッと入っていって、まあ、棺を納めいたしますみたいなで、シューッと入っていく。で、その時にですね、女性の方がその台をガーンって掴んで、グッと引っ張ったんですよ。やめてって言ってね、はい、台が止まるっていうね、そういったことありましたよね。まあ、機械が緊急停止してとか、ちょっとこう、今、場が騒然とするみたいなね。で、すごくその方、もうすごい泣くじゃくっておられましてですね。で、でも、それやっちゃった後、びっくりして、泣き止んでましたね。びっくりして、みたいな感じでね。はい。まあ、そんな風にはなってましたけれども。まあ、やっぱりいろんな場面ありますよ。ね。まあ、なんでしょうね。なんとなくね、お葬式で、泣き崩れる人っているんですかと。ね。例えば、普通に生活してたら、なんでしょうね。大体ね、おじいちゃん、おばあちゃんのお葬式に、まあ、何回か行ったことある、みたいな。やっぱり、大体、経験としてはそうだと思うんですよ。大体はね。はい。でも、そうじゃないのも、やっぱりあるんですよ。はい。まあ、皆さんが皆さんですね、寿命ですって言われてね、で、それで亡くなるっていうことだけではないですからね。はい。そうじゃない時の場面というのは、また全然違ったものにはなりますが、まあ、それでもですね、皆さん、ある意味、すごく冷静を保っている、保とうとしている、保っているように見せようとしている。はい。っていうふうには僕はすごく感じましたね。まあ、というか、自分がそういう振る舞いをね、することで、よりこう、落ち着かせようとしていると。いうふうにも、すごく感じます。で、まあ実際ね、じゃあ火葬場でですね、まあすごくもう泣き叫んじゃってっていうことね、まあ本当にそうですね、何年か、まあ数回、10回もないと思いますけどね。だから、って考えたらすごい少ないでしょ。もうすごい結構何年間も働いていて、それぐらいの数なんでね、もう本当にすごい少ないですよ。まあでも、そういった場合はね、やっぱりね、危ないですからね。とにかく。はい。もう人間がですね、こう、精神的にね、こう、錯乱してしまって、泣きじゃくって、わーってなってるっていう状態って、ほんと危ないんでね。例えば、火葬場によっては、さっき言いましたけど、炉台がね、こう、ウィーンってこう、行って、で、こう、炉の中に入っていってね、最後扉が閉まるみたいな、そういった火葬場もまあ、実際あるわけですよ。じゃあ、例えばウィーンってこう、行ってる時って、絶対に車輪あるんですよ。ね、ありますよね。その炉のところにね。車輪がこう行くから、こう、炉がウィーンって言って中に入っていくみたいな、そんなあるじゃないですか。で、まあもちろんね、その火葬場の施設によってはちゃんと防いでるやつもありますけれども、でも、ものによってはですよ。じゃあその動いてるね、台のところにちょっと足をシュッてこうね、なんかこう足先入っちゃって、ウィーンって行っちゃったらみたいなね。はい。大事故ですよね。っていうようなことが、やっぱりこれ実際起こり得るんですよね。
はい、だから、そういう風になってしまった方はやっぱり少し離れていただいた方が安全なんですよ。はい、その方は怪我しない。でもそのわーってなってる人がね、なんか誰かを押しちゃって、その動いてる台にガーンって行っちゃってとか、やっぱりそういう風に考えると、ものすごくこれ重大な事故につながることがあります。はい、なので、まあ、そういった時はやっぱりちょっと落ち着いてもらうためにね、少し離れたところに椅子で座ってもらうとか、一旦外に出て空気を吸ってもらうとか、そういうふうにはやっぱり措置はしていくというような感じでございます。はい、ということで、本日はですね、泣きじゃくってしまう人っているんですかということでね、お話をさせていただきました。ではまた。火葬場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうなということがありましたら、下駄花をホームページからぜひご利用ください。